東フランク王国は9から10世紀にわたって西ヨーロッパに存在した王国。ドイツの原型にあたる。西ヨーロッパは9世紀初頭にローマ教皇から西ローマ皇帝の地位を授けられたフランク王カール大帝によって統一されていた。しかし大帝の死後早くから内部紛争により国家分裂の危機が生じていた。840年に 第2代皇帝ルートビヒ一世が崩御すると、翌年にフォントノアの戦いが勃発。843年のベルダン条約によって帝国は、正式に三分割された。その東部分が、ルートビヒ一世の三男である、ルートビヒ二世の統治領域となった東、フランク王国である。ルートビヒ二世は父ミカドに反抗的だったため、東フランク王国は、 西ローマ帝国の権威を引き継ぐことができなかった。西ローマ帝国として正当だったのは中フランク王国である。しかし中、フランク王国は間もなく北イタリアのみを統治するイタリア王国へと縮小した。西フランク王国もまた内遊外観で正常が安定しなかった。そのような状況で東フランク王国は着々と力を蓄えて、 西ヨーロッパの中心となっていった。旧世紀末には、西ローマ帝国の名手として振る舞い、10世紀中頃には、夫一世の皇帝即位と、イタリア併合によって、西ローマ帝国そのものとなった。その後、約200年は、西ヨーロッパ最強だった帝国だが、やがて衰えて、イタリアを失い新生ローマ帝国、そして現在のドイツとなった。カール大帝の直径である。 カロリング朝の統治は911年までだった。西ローマ帝国の理念は、女系のザクセガサ、ザーリアーアサ、ホーエンシュタウフェン朝に引き継がれていった。帝国はごく一時期を除いて、西フランク王国を併合できなかった。これは、西ローマ帝国が、ゲルマン系のドイツとラテン系のフランスに分かれる、原因となった。ベルダン条約びメルセン条約による、 フランク王国の分割。橙色の部分が東フランク王国。カール大帝の子である、第二代西ローマ皇帝ルートビヒ一世、経験カドが840年6月20日に死ぬと、三人の息子が領土をめぐって争った。843年8月に、ベルダン条約が結ばれ、経験カドの息子の一人、ルートビヒ二世が、 フランク王国東部を継承して、東フランク王国が成立した。国土の分割は大まかに、マース川、スヘルデ川、ソーヌ川、ローヌ川に沿って行われた。長兄ロタール一世は、第三代ローマ皇帝の称号とイタリアを含む中部、フランク王、四男のシャルル二世特等王は、西、フランク王、そして三男のルートビヒ二世ドイツ人王は、 東部のおおよそ、ドイツ語圏にあたるフランケン、ザクセン、アレマニア、バイエルン、ケルンテン、チューリンゲンといった地域を手に入れた。東、フランクの年代キアナールフルデンシズによると、フランク王国は、三つに分けられ、ルート比ヒは、東部を受け取ったとある。西、フランクの年代キアナールバティーニャニが、ルート比ヒ領の範囲について述べるところでは、分割の割り当てにおいてルートヒは、 ライン川より、東側の全域を手に入れ、ライン西岸でもシュパイラー、ボルムス、マインツといった都市とその近郊を手に入れたとある。中部、フランクの皇帝領と、西フランク王国は、伝統的なフランク王国中心部を含んでいたが、東フランク王国の大半は8世紀になって、フランク王国に併合された地域であった。古来よりのフランク王国に由来するのは、 中央部のフランケンのみであり、それもアウストラシアと呼ばれたフランク族領と部のさらに東半分に過ぎない。その他の大部分はザクセン、アレマニア、バイエルン、チューリンゲン、フリーゼンといった部族領やデン人、スラブ人に対する北部、東部の辺境白領から成り立っていた。年代記、レギノ・オブ・プルームによるとゲルマン系、スラブ系の言葉を話す東、フランクの 異民族たちは、血筋、習慣、言語、法によって区別できると記している。第三代ローマ皇帝ロタール一世の死後、その領土は三人の息子によって、さらに分割された。ロタール一世の次男ロタール二世は、東西フランク間に挟まっていた地域を継承して、ロタリンギア王国を建国したが、着死を残さず死去した。そこで、 東西フランク間でロタリンギアを分割して国境を定めるメルセン条約が結ばれた。東フランクはメッツやアーヘンを含むロタリンギア東部を獲得した。ロタール1世の長男であるイタリアの第4代ローマ皇帝ロドビコ2世はこの分割に抵抗するだけの実力を持たなかった。ロタリンギアは現在のオランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フランスのロレーヌ地方、 スイス西部にあたり、第二次世界大戦に至るまで、フランスドイツ間の戦争の舞台となった。ルートビヒ2世が876年に死ぬと、3人の息子が東フランク王国を分割相続した。長男のカールマンが、バイエルン、次男のルートビヒ3世が、ザクセン、三男のカール3世がアレマニアを継承した。バイエルン王カールマンは、 第四代ローマ皇帝、ロドビコ2世から後継者に指名されていた。しかし875年に、ロドビコ2世が死去した際、実際にイタリアを奪取して、教皇ヨハネス8世の指名で、第五代ローマ皇帝となったのは、おじの西フランク王、シャルルトクト王であった。翌年に、ルートビヒ2世が死ぬと皇帝は、帝国の統一を、モクロミアー編を吸収、ケルンを拠点に、 ルートビヒ三世の領地へと兵を進めた。東、フランクの三兄弟は、連合軍を組織して10月8日にアンデルナハの戦いで皇帝軍を破った。877年に皇帝が死去すると、カールマンはイタリアを奪還した。しかし879年に病を得た、カールマンは着死を得ないまま皇帝になることなく880年に死去した。 バイエルンは、ザクセン王ルートビヒ2世が、イタリアはアレマニア王カール3世が継承した。ザクセン王ルートビヒ3世は879年に、西フランクで、起きた継承争いに介入し、リブモント条約により西フランク王国から、ロタリンギア西部を獲得した。これによって、ルートビヒ3世は、ロタール2世以来のロタリンギア王になった。その後、 兄のカールマンからバイエルンを相続したことで、アレマニアを除く東、フランクの王となった。しかし882年に、兄と同じく着手なきまま死去して、弟のカール三世が医療を継ぐことで、東フランクは統一された。アレマニア王カール三世は880年に、兄のカールマンからイタリアを相続し、881年には、 第六代西ローマ皇帝として退官した。882年には、兄ルートビヒ三世の死により東フランク王国を統一。884年には、西フランク王を兼ねて、西ローマ帝国を再統一した。前フランクは、相続によって一時的に統一されたが、肥満王には再格も意欲もなかった。887年に、 モラビア港スバトプルク一世やノルマン人の侵入への弱腰な対応がもとで貴族らの反乱を招き翌年暇王は廃位されたその後再び東フランク王国西フランク王国イタリアは独自の王をいただくことになり以後帝国の統一は永遠に失われることになった東フランクではカールマンの諸子であるケルンテンのアルヌルフが王に選出された アルヌルフは、肥満王とは、対照的に交渉を行わずひたすら戦い続けた、戦士であり、積極的な対外遠征を行った。まず王位をめぐって混乱が続く西フランク王国へと、介入して、自らの総主権を認めさせ、ロタリンギアを手に入れて所長士のツベンティボルトを、その王とした。ロタリンギア南端に成立していた、ブルグント王国は、 ロタリンギア統一を試みたが寄せ付けなかった。さらにアルヌルフは、ヒマン王の養子類三世が、プロバンス王に即位するための支援もした。891年9月のルーバンの戦いでは、ノルマン人を撃退した。治世を通して、オーモラビア王国とも戦い続け、ボヘミアを割上させた。894年には、 教皇の要請で、イタリアにも侵攻して、西ローマ皇帝、グイード・ランベルトの親子を破り、イタリア王に退官した。896年には、グイード亡き後の西ローマ皇帝としても退官した。しかし同年に、アルヌルフは病気となり、対立皇帝・ランベルトへの攻撃は中止された。イタリアは失われ皇帝・ランベルトは復権した。東からは、モラビアとマジャール人が、 継続的に襲撃を続け、ロタリンギアでも内乱が起きていた。しかし、病床のアルヌルフは、対処できなかった。898年にランベルトが病死したことで、アルヌルフは単独の皇帝となったが、もはや意味はなかった。アルヌルフは899年に死去して、着死のルートビヒ4世が継いで、1000年に成去した、イヴァニのツベンティボルトの王位も継いで兼務したが、 彼は、幼少のために、摂傷団が組織された。マジャール人の攻撃は、激しさを増すばかりで、摂傷2名が戦死し、現在のスイス地域にまで侵入を許して、西、フランクの援軍によりやっと追い返せるという事態にまで、なった。911年、ルートビヒ4世の死により東フランク王国における、カロリング朝は断絶した。カロリング朝末期には、 王権の弱体化が進み、ルートビヒ四世の死と前後して、フランケン、ザクセン、バイエルン、シュバーベン、ロタリンギアでは、在地貴族から核部族の主張である公が選ばれた。これは、カール大帝時代に廃止されたのが復活したものであり、しかもかつてのように王が任命する官職ではなく、世襲的地方統治者であった。フランケン、ザクセン、バイエルン、 シュバーベンの貴族は自らを統治する王を、西フランクに残っていたカロリング朝から選ぶことはせず、自分たちの中から新しい王を選出した。こうして選ばれたコンラート一世は、フランク人を代表するフランケン公であったが、公たちの一人に過ぎないということでもあり、王国に権威を確立するのは困難であった。ロートリンゲンはコンラートを認めず、 西フランク王シャルル三世を自らの王に選んでいた。ザクセンコハインリヒ一世はコンラート一世に対して915年まで反乱を起こした。バイエルンコアルヌルフもまた反乱を起こし鎮圧に向かったコンラート一世はその命を失うことになった。負傷して死の床にあったコンラート一世はザクセンコハインリヒ一世が王として最も ふさわしいとみなして、後継者に指名し918年に死去した。ハインリヒ一世は、フリッツラーの会合においてまず、ザクセン人とフランク人からの見王として選出された。王権は、フランク人から、ザクセン人に移ったが、そもそもザクセン人とは、カール大帝の征服事業における最大の難敵でも、あり、この時点で、東フランク王国は、 フランク王国ではなくなったとも言える。ハインリヒ一世は、他の王家を服属させる必要があったが、あくまで、王家たちの代表だという立場を崩さないことで支持を、確立し、王家たちを一つにまとめ上げる、国家組織を作り上げた。王国の分割相続の慣例を否定し、ロートリンゲンを奪還し、マジャール人に対する、防衛戦にも成功した。 西フランクで、起きたような王権の崩壊を防いだ。ハインリヒ一世は、より強固な王権を、息子夫一世に残して936年6月に、死去した。夫一世は962年に、ローマで皇帝として退官され、神聖ローマ帝国の時代が始まった。ただしこの時点では、まだ単に、帝国と呼ばれており、神聖ローマ帝国という国号になるのは、 さらに約300年先のことである。東フランクという語は、本来フランケン地方を指し、東、フランク人とは、ライン川伊東に住むフランク族を指すものである。より広い意味で、東王国を指す場合には、ルート比ヒ二世ドイツ人をが、新たに建てた王国、すなわち当器時の王国を指す。東フランクという言葉は、フランク王国中心部の東半分である。 アウストラシアと同一視されるものでもあるが、ルートビヒニセイが得たのは、アウストラシアのさらに東半分に過ぎない。にもかかわらず、ルートビヒニセイが、自らの王国に、東フランクと名付けたことは、アウストラシア西部である、ロタリンギアを奪取する野心を表すものとも取れる。実際に、ルートビヒニ世は、ロタリンギアの東半分を、メルセン条約で手に入れ、 このルートビヒ3世は、リブモント条約で、西半分も手に入れた。全アウストラシアが確保されると、東フランクという国号の価値は下がった。ルートビヒ2世の孫であるアルヌルフは一時的にでは、あるが西フランクに対する、総主権を獲得し、自国を、フランク王国と呼んだ。ザクセン人である、ハインリヒ1世が、王になると王権が、 フランク族の手を離れたため、この国は単に王国と呼ばれるようになり、その王も単に王とのみ呼ばれるようになった。962年にオッー一世がローマ皇帝になると、東フランク王国は神聖ローマ帝国の一部となるが、この時点では王国と帝国との関係は不明瞭であった。ただし必要に応じて、東、 フランクの国語が再び使われることもあった。例えば921年における日誌フランクとのボン条約で、ハインリヒ一世は自らを東フランク王と称している。王国は、やがて11世紀以降の女任権闘争の中で、レグナムトゥッテニコールムと呼ばれるようになり、神聖ローマ帝国を構成する三王国の一つとして位置づけられることとなる。 12世紀には、東フランク王国の国語は、完全に過去のものとなっており、年代記においても、東フランク王国は今、レグナム・トゥッテニ・コールムと呼ばれていると書かれている。カロリング帝国のレガリアは、ルートビヒ一世経験ミカドの死に際して、皇帝ロタール一世とシャルル二世特等王が、分け合った。ルートビヒ二世ドイツ人王は父に対して、 反乱を起こしていたため、大カニ王法玉や、天霊書といった、カロリング王権に結びついたものは何も受け取れなかった。そのため、東フランク王権の象徴や儀式は一から作られた。888年6月に、国王、アルヌルフは、マインツで、教会会議を召集した。東、フランクの三大司教、すなわち、ケルン大司教ビリベルト、 マインズ大司教、リュートベルト、トリーア大司教ラトボドが出席し、さらに西フランク王国からランス大司教フルクと、ルアン大司教ジャン一世がボーベとノワイオンの司教を連れて参加していた。この会議の目的は、西フランクの戴冠式で行われている、聖聖徒というの儀式を東フランクにも導入することであり、キリスト教的思想に明るくない東フランクには、 西、フランク大司教たちの助言が必要だった。これは、東西フランク王国を再び一つにまとめる、第一歩として位置づけられていた。895年にもトレーブールで会議が開かれ、司祭は、アルヌルフが人ではなく神によって王に選ばれている、ことを宣言し、アルヌルフは、教会とその特権を、あらゆる外敵から守ることを誓った。 こうして作られた東フランクにおける国王権威に対する概念は西フランクと比べてより厳粛なものとなった。900年前後に国王体幹式のためのオルドーと呼ばれる典礼書が成立し、これは民間の監修のために書かれたものであった。王冠を授ける司教はまず新国王に問いかけ、教会と民衆を守る意思を確認した。 司教は続けて慣習に振り向き、新国王に服従してその方に従う意思があるかを尋ねた。慣習は、王、王、と叫び、この行為は後に、国王の正当性を示す、承人の儀礼として定着した。アルヌルフが899年に死去すると、罰子のルートビヒ四世が退官した。この時というは行われず、幼少の王は、 マインツ大司教の保護下に置かれた。ルートビヒ4世の戴冠式は、詳細な記録が残るものとしては、ドイツ発のものである。ルートビヒ4世が911年に創生すると、フランケンコー・コンラートが11月10日に、新国王として選ばれ、国王として、問いを受けた。ハイン・リヒ1世は、戴冠の問いを拒否したが、オットー1世以降は問いの儀式を行っている。 カロリング町ケ継ズルートビヒ二世カールマンバイエルノー、ルートビヒ三世ザクセン王ーカール三世アレマニア王、フランクローマ皇帝、アルヌルフケルン天皇。ルートビヒ四世、コンラート一世、ハインリヒ一世、オットー一世962年以降は、新生ローマ皇帝を平認。ありがとうございます。